たまたまアイスのライブやった時に息子が来てて、一部二部制で、一部と二部の間に、ビール飲めよとか言われて、で、ビールガーン飲んでんか。で、叩いて、めちゃくちゃいい感じだった、自分的には。あ、やっぱりいいかもって言ったら、息子が上がってきて、ビール飲んだ後のミスショットが多すぎるって言われた。そうやったんかとかね、はい、死にてみるわって見たら、ほんまや。自分が楽しいだけや。うんうんうん、でも坂井くん平気やな、飲んでも。いやー、どうかな、僕肋骨折ってますからね。飲みすぎて肋骨折ってるな。その後大丈夫な、今その後まだ治療中ですね、僕は。肋骨やからさ、ギブスもせえへんし。そうなんです、そうなんです。ナックルセットぐらいやろ。うんうん、なで、なんか締め付けすぎるとね、お腹の調子が逆に悪くなったりするので。あ、さ、そうなんや。うん、あ、知らんかった。だから僕ね、その、まあ、肋骨折った時に、うん、こう、不明に立ってるじゃないですか。うん、立ってる、立ってる。初めての出来事があって、その時に。うん、うん。不明に立って、やっぱコード見ながら、こう、弾きますよね。あ、弾くやな。で、こう、あ、やばい、ちゃんと見なきゃって思って、コード見ると、うん、コードが逃げてくんですよ、視界から。めっちゃおもろいな。ほんま逃げていくんや。逃げてくんですよ。あ、やっぱロックしてるね。ほんまに。もう首を覚悟しました。さすがに。いやいやいや、すごいすごい。ほんま。それなんかバンドでツアーしてた。3人編成だったんですけど、うん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 、ボーカルの女性とあとギター2人だったんですけど、うんうん。2人で助かりましたね。だめやな。お前お前や。でもその時はもう飲んでて、音符が、譜面が逃げていくんやろ。もうコードだけが綺麗に逃げてくる。俺次新潟誘われた、俺もそれぐらいになって。ほんまに。